吉田智です。今日は色彩の森西園にやってきております。非常にいい天気なんですが、今日はこの会場でですね、山形県の川西町の展示と、そして出展が行われておりますので、その両方に行かせてもらいたいと思います。こちらはちょっと川西町の光景で、非常にこう包み、池が多くてですね、そこの水を使って農業が盛んなところです。もちろんその他の産業もあります。そうした中で、ちょうど去年のことになりますが、大きな水害が起きました。この水が決壊して水害が起きてきたんですが、その復旧に際して町田市が救援に、どんな救援に行ったかといいますと、ゴミ収集をする、あるいは災害になった人たちの被災証明を発行するというような分野で手伝いに行ったんですが、町田市の職員の人たちがこのパッカー車を持っていち早く駆けつけて皆さん方の応援をしたというふうに聞いております。何度か町田市はそうした出動をしておりますが、職員の皆さんの交流と、そしてそうした行動が少しでも現地の普及につながればという気持ちでおりますので、そうした行政の措置には支援もしたいと思っております。そうした紹介をしております。こちらの方が水害にあったところです。今年のスタッフでこの現場に行かせてもらいましたが、現在ではもう新しく道路ができて復旧をしておるところで、ちょうどまだ開通の前でした。まだまだ大きな災害ですので、簡単には全部が復旧するというわけにいきませんが、彼氏の皆さんが元気にされております。今日は出展ですので、ぜひそちらにお呼びして皆さん方と交流したいというものも買って帰りたいというふうに思っております。赤西といえば一番のものは何かというと、お米であり、またこの米沢牛の生産地だということだと思います。ちょっと値段は高そうですが、ぜひそうしたものにも目を向けて交流を図っていきたいと思っております。吉田智でした。